続く第3試合、所沢商業と対戦した浦和実業は3回、ツーアウト2塁から5番植木がライトへのツーベースヒット。1点先制すると続く6番五十嵐、7番小暮の連続タイムリーで浦和実業が3対0とリードを広げます。それに対し4回に1点を返した所沢商業は5回、2番土屋のツーベースヒットで1点差に詰め寄ると、さらに2アウト後4番向野が左中間への同点タイムリー、3対3と試合を振り出しに戻します。その後両チーム1点ずつを加え迎えた8回表、所沢商業は2アウトから1番橋爪がライトオーバーのタイムリーツーベース、5対4と勝ち越しに成功します。結局試合は9回にも1点を加えた所沢商業が6対4で浦和実業を下し、ベスト16進出です。